本番の前に何かすることとかあるんですか？集中力を高めるために必ずしてることとか。おまじないみたいなものはものすごくあります。何すんの？例えば靴は右から履いたりだとか。靴は右から履く？絶対右からしか履かないですね僕。あ、そう。はい、それとか。であとは、まあ、リンクに入ってからなんですけども、はい、十字を切るような感じで手を動かして自分のやるべきことというか、うん、いつも注意されていること、うん、そういうものを思い出すような素振りをします一時期十字を切ってるように本当に見られるんで、はい、まあそういう宗教関係の感じかなというふうに言われてたんですけれども、うん、僕全然そういうの関係なくて、うん、自分の流儀だよね。はい、もう本当に自分が試合の会場に入って名前呼ばれて、うん、でそこから屈伸して出ていくんですけれども、はい、で出て行って応援みんなしてもらって、うん、でシーンってなった時にそれをやって、うん、はい本番やるぞっていう感じで。入り口だよね。はい、もう本当に絶対に決まってるルーティンというか、うん、そういうものあります。うん、誰だってみんななんか持ってるよね。はい。